断するなよ。上出来だ。この辺じゃ見かけないプログラムだ。だとよ。ありがとう。だ、おい、何逃がしてんだよ。くしょー、ようやく。おい、邪魔すんなよ。忙しいところ悪いな。だが俺たちはお前なんだ。フーディーだ。便利屋か。まさかザクソンが俺。察しがいい。ユーゴからのことづてだ。エデンの秩序を乱し、ザクソンの犬は引っ込んでな。上出来だ。頼む、アカウント破壊だけ。安心しな。うちの新人がアカウントをうしゃかにするのは。何のことだよ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさない。本当に知らねえんだよ。なんならほら、デジバイス。確かに。な待て。ヤバそうだ。放っておけ。どうせエラーするか。アカウントが破壊。
千歳。くそ。さあな。あんなのは俺も初めて見た。どうも最近のクーロンは、たかだか最初の手がかりが外れ、奴が外れなら、それとも、それもいい。これからはさ、続けるもや。少なくとも、試験は合格だ。お前はこれから、店に戻るぞ。エリカの部屋で待っていろ。お兄ちゃんが行けって言った。だからってノックもせず、はい。ねねたんは、私のユーザーインターフェースのためのインついでに肩に乗っているのがアウトプットデバイス。ねねたんが。待たせた。よ、お疲れ。なんか大変だったみたいだな。およ、なんでお嬢フリーズしてんの？あらら、それでいじけてるわけ？ほれ。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃ。無理。ネネタンは私の親友。この心の傷はきっと一生治らない。エリカ。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC、 それとこれとは関係。機嫌直った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃんつうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。うるせえ。シガのアカウント、依頼人からの要望は対象のアカウント出たよ。シガはそれにでもよ。ああだな。まともか、それよりさ、新人くんの。ああマジでやったな。お前フーディへようこそ。歓迎するぜ。じゃあ、改めて自己紹介といくか。俺は今井龍二とお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリちゃんで、三島。もう分かっている。俺たちチームフーディー。
依頼内容は何でもあり。個人からの依頼も引き受け。おい、教え。ザクソンってのはリーダーの名前はユーゴ。ユーゴの思想に共感して今じゃその規模。ザクソンはハッキング能力。俺たちがザクソンから依頼を受けるのも、俺たちは事実俺たちの仲間になったからには。その点自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて俺たちのことはこれ。ちとせ終わったらザクソン。リュウジがどこ行ったって。あれ、このネットカフェ、こいつら兄弟に。生活費も稼げてアジトにもできて一石。バイトの女の子も可愛いんだぜ。さてお嬢、板のせる。ちとせですよね。若くて可愛い女の子に教えてもらい。さあこっちだ、ついて。慎んで入って何キョロキョロしてんだ。俺気おかしいな。俺じゃあ他のを考える。ん、話を戻す。一見何の変哲。板の説明をする。板ってのは掲示板。チームへの依頼はいろんなやつが掲示板。依頼は誰が打って。ただしな、どっから頼まれてんの。自分で言うのもな。クラッキング対策。お前リュウジに拾われてフーディエで依頼を。ん、俺まあ俺のリュそうだ、何を隠そう。え、何その顔。自分から質問。さすが。さてと、俺はその間にリュウジと。
いらっしゃいませ。お前な、連絡入れろって言っただろ。こっちは散々心配したんだぜ。俺今中野にいるんだ。突然ハッカーチームに入るって言って大丈夫なのか。それでお前何考えてるんだ。ハッカーなんてもうそんな奴ら。何を驚いてんだよ。それを黙って。今度 K から連絡が入ったら。よし。じゃあ約束。探偵がご入り用ですか。ようこそクレミ探偵事務所。どうぞお入りください。面白い。そうか、まだ。私はクレミ今日この中野で立ち話もなん。したかね。私と出会った時のこと。ああ、あの手のフィールドワークは、あの時は今のように雑事を。うん。今思えば、そうだ。君は、それは残念。君があのまま新宿にいて、私よりも先にデジ、また違った運命の はたまた、その場合、いや、ここは単純明快に、そうだな、二人の再会をし、どうかしたかな。早く戻らなければ。そうか、どうやら君とは
縁が。もし君が優秀な探偵をご紹介、高校生の君に高額な報酬、興味深い事、もっとも。
服を。俺かい？近くに寄ったもんで、あいつらの。そうか、エリカちゃんにも挨拶して、リュウジにはマタイジが来たって。お前さんも悪さなんてな。よっ、依頼はどうだ。そしたらさ、エデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけど、ちょくちょく点検。俺もリュウジもザクソンへの手なわけで。うん、心配すんなって。お嬢にはもう伝えてあるから。じゃあよろしくな。いつからそこにって声かけるタイミング千歳に言われたマルウェアの点検、一応聞くけど頭痛い。マルウェアっていうのは、レジ千歳が昔からいろんな特技を持った子たちに依頼が入ってから情報。マルウェアたちはもちろん、千歳のプログラム、エデンの運営チームには、ナビット君から、正体不明の、ちゃんと聞いてた？プログラムの話、うん、プログラムが、君は？うん、それじゃ。
ちゃんと動いた。何がって、デジモンを改造しているって言ったでしょ。ここを通過するユーザー、この子みたいに容量の小さ、容量の大きなデジモンはパワーやスリ能力は凄まじいけど、その分ほら仕事に戻るよ。次行くけど、なら護衛。何、私にしてみれば、だって私はロートルってバカに、デジモンが見つかって今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんも一つ、私は戦うのは君は、うち、とにかく検知不能の君、この辺りで妙なものが現れ、いるはずのない猫、他にも、興味ある。ああきっと猫は隠し部屋は電脳魔女だけど、ここの丸
なくなっちゃった。どこかのエリアへのリンク。待って、でもこんなのログも痕跡。それなら捕まえた。驚いた。あなたの運命。はい、答えなくていいわ。とにかく、あ、デジタルモンスターラボラトリー。ここはデジタルワールドと。かすかにデジタルワールドについては今は特に知る人。私は三神楽ミレイ。そうね、この場所からとある運命。私自身踊る。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所かもう一度説明して。いえ、気にしないで。こっちの子。デジラボのこと。イレギュラーとはいえ、あなたがここに来たことにはきっと何か意味があるはず。しっかり利用してデジモンとの交わりを深めなさい。最後にもう一つプレゼントね。ハッキングスキルは。でもあなたはあの子とは違い、生粋のハッ。あなたをここに導いたのはあなたの運命。面白い女の子。今もここはそちらのプロトコ。あなたはあの子とは違うみたいだから、専用いつでも利用。覚えて、あなたがすその力はきっ。それじゃ、不思議な子。時を同じくしてもこの事象はおそらく見定めさせてもらうとしましょう。あ、戻っ。で、わからないで送ったの。私だって行きたかったけど、後で君のログ帳だ。でも君の目を返し、彼女が何者か気になら。別に君の話から推測、君が出会った電脳魔女。そう考えれば電脳空間の隠し部。このエデンでそんなことよく考えるね。やっぱりあの猫。もう、
よしよし、偉かったね。大丈夫？その反応。君たち、動かないで。怪我、治してあげたよ。うん、ありがとう。君たちいいハッカーなんですね。アタチオワーママ、よろしくでしょ。デジモンがデジモンを襲うなんてこと。
デジタルワールド。うん、こことは違う世界でしょ。世界っていうか、ここは人間が作った仮想空間だよ。やっぱりす、私は詳しくは知らないんでしょ。二つの世界は、ほら、きっと私もそうやって交わった道をと。あんた、へえ、な、こことは別の世界なんて。私はエラーなんてして。ありがとうでしょ。こんな荒唐無稽な話。本当にデジタルワールドはあるんでよ。この仮想空間にいるデジモンたちは、確かにデジモンたちは自然発生的に現れたものにしては、でもまさか、信じてくれないんですね。別にそうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。そんなんじゃない。でも私、私たちに聞かれても。形、形、言っとくけど、私は当てにし、ごめん。でもまたノックなしで入ってきたら叩く。はいでしょ。わかりした。死が襲ったその化け物、あいつの正体に心当たりはあるか。わっちらにも剣、同じような報告はほ。なあ、死がは放っておいていいのかよ。あんな小物。どういうこと。死がのようなフリーのハッカーを使う。そいつを叩く。次の依頼は。話が早う。やり方は問わへん。ザクソンを怒らせたらどうね。おお。おいおい、お前。おや、誰かと思うたら。あんたはザクソンのナンバー2。いや、よく俺たちの前に顔。よせよ、リュウジ。今さら詫びでもいい。またそれかよ。なんだと。よせって。フェイだっているんだ。続けて構いまへんえ。そういえばアンさんら二人も。解散したとはいえ、ほな例の件。ザクソンか。なあ、エデンのハッカーはどうしちまったんだよ。最近の奴らはおかしいぜ。俺たちの時はこうじゃなかった。黙れ。知ったような口を聞くな。 お前には関係ない。リュウジ、逃げ出した。待てって。あんな言い方ないだろ。悪。ま、仕方ねえけど、お嬢の前ではそんな顔す。今の俺たちは、まあ、少し、俺だ。ああ、俺たちは言ってくれるぜ、綺麗事を。
なあ、あそこの部屋ってなんで。お前知らないの？あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が。俺の知り合いの友達のいとこの3人が端末すべてクラッシュしたとか。そういえばさっきあの部屋のお払い。私のデジモンに。でもでも体の中見られる。データがムズムズって何？何か用？この部屋に妙に。ああ赤そいつらに何度かハッキングでお仕置きしたら私全くこの部屋から出ない。よく見ていればわかることなの。ではエリカ、オカルトって何？ネットの検索方法を教えてあげるから。はぁー、エリカはあたしにいろんなことを。私のデジモンだもん。ねえ、デジモンってただのコンピューター。この子たちは外部データを読み取って学習する機能がある。仮に消滅しても自身の複製を作り出す任意デジタルワールドのプログラムって。いいですけど。解析やったです。あのデジね。ずいぶん頼もしい仲間ができたようだ。その通り。違う、君が追うハッカーだ。なぜ知っているか。私はクーロンの世辞には、それにフーディエは君のために忠告。所詮彼らもハッカーだ。私のことも話。君が何を言われ、私が誰か。次のターゲット、の名はカヤバ。アカウント狩りで闇に流れた頃、奴の元にはあった。
なんとかなったね。なんとかなったね。
始だ。
なんとかなったね。さあ、行こう。
Oh!
しだ。
Thank you.
みんなのおかげだよ。
行け。そう。
なんとかなったね。なんとかなったね。みんなのおかげだよ。
か。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
ザクソンから次の依頼があった。エリカ。私、バームなんでしょ。私のデジモン。お嬢はデジモンには興味ねえのかと。成り行き。私が迷子になってたところをデジタルワールドに帰る方法。デジタルワールド？この子の故郷だって。は？本当ですよ。よく喋るな。うん。まあ何でもいいが。仕事の話に戻るぞ。ザクソンからの情報、シガみてえなハッカーを利用してアカウント狩りを止める。シガのデジバイス、シガと元締めとの通信機、やつの名はメフィストさん。偽名だから変じゃないでしょ。まずはメフィストさんとの接、千歳とエリカは、アイアイさん、俺とお前はログインして、お前はうちの新しい鉄砲玉だ。気を引き締める。
メフィストさんとつながりのありそう、エデンフォーラムを根城にしているブラックシルバーと、どちらから当たっても構わ。アック開始だ。このまま押し切れ。みんなのおかげだよ。金目のもの、置いてきな。
タック開始だ。上出来だ。金目のもの、置いてきな。なんとかなったね。さっさとやられちゃいな。上出来だ。油断するなよ。みんなのおかげだよ。
金目のもの置いてきな。なんとかなったね。金目のもの置いてきな。アック開始だ。みんなのおかげだよ。メフィストさんの正体は誰も知らず。この程度で初撃。アカウントを買ったハッカーたちが。よっ、調子はどうだ。2つ当たってみたが。スチームリーマンってハッカーチームが最近気前のいいクライアントを見つけたんじゃないかって。どこでそんな情報。いろんな筋。スチーム、いや知り合いじゃない。エリカ、あっ、俺たちは直接人せ。へいへい、行くぞ。Thank you.
アック開始だ。 開始だ。 リリは妹だ。
なのおかげだよ。汚染されたり止めてやるぞ。なんとかなったね。油断するなよ。悪くなかった。
悪くなかった。アック開始だ。みんなのおかげだよ。お待たせ。どうやって外部の人間で貴様、他人の呼吸に。てめえがここのチームの頭か。メフィストさんについて今のはリュウジの顔。答えるにはお前らの俺たちと。あいにく。さあここからは汚染された息に止めてやるぜ。
開始だ。上出来だ。一丁揉んでやりますか。汚染された息を止めてやるぜ。一丁揉んでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。茶番はその辺にしとけ。そうそう、今のうちに進んでないとは。そっ、こいつこんな顔してるけど切れるとなんせこの間もよそのチーム相手に大立ち回りして、相手のをして、その上から
てるはず。こういう奴らにはこういう…ほんじゃま、ちゃっちゃっ。いや、指定の掲示板に奴を呼び出す。これはちょ…一丁上がりってな。いよいよ元締め…オーライ、気をつけろよ。あいつは残ってスチームリーマンと有益な情報をもらった。俺たちはいろんなチームから仕事のたびに千歳はこの手の…それならな、簡単な話、わかりやすいから。エデンのハッカーってのは、ハック開始だ。僕たちかなわない。するな。みんなのおかげだよ。
開始だ。
ハック開始だ。引き抜きだな。油断するな。ハック開始だ。このまま落ち着け。上出来だ。
ック開始だ。悪くなかった。あんた、いいかもだぜ。悪くなかった。アック開始だ。悪くなかった。あんた、いいかもだぜ。
敵だ。アック開始だ。引き時だな。悪くなかった。お前がメフィストさん。おや。取ったはずだぜ。やれやれ。お前にこっくりのハッカーザクソンの。ザクソン困りますね。子供の正義のアカウント売買、ハッカーたちは小遣い一銭にもならない私の商売。ごたくはいい。おやおや、企業さん、大人の本気を見せてあげましょう。
となしくアカウントを渡せ。あかなんだキラーあの野郎待てオーナー。一通り拾ったが、ザクソンから奴の様子も聞いた。千歳。ああ、見て。メフィストさんは、僕の。よし。カマラ、逃げるぞ。カマラ、逃げるぞ。さあ、行こう。
だな。上出来だ。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフ。おい。あ？なんだてめら。お前たちと同業のもんだ。どうもこうもねえよ。でも気づいたらおかしいなと思ってたんだ。でも。あれは決まってるなんてもんじゃ。戦っているうちに突然様子が…さあな、突然人が変わったように。あ、ひょっとしたら俺たちのデータ化された意識に…レジ…ああ、噛み砕いて説明。エデンの根幹システム、俺たちの意識は エデンアバターに、その精神データは悪魔。でもそんなことありえ。そうなんだよな。ひとまずメフィストさんを。いや、まだだ。ザクソンからの依頼は、メフィストさんの端末情報はこ、奴が他のアカウント、はいでしょ。お前お手伝いができ、はいでしょ。見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取り。そいつだな。名前はダミー。そのまんますぎ。メフィストさんはこの企業に アカウントの転送先はその企業。ほんじゃま、俺登場は。おい、どうした。
サーバにし感覚はそれによる目電脳く何よりその絵で従来のだがデメリットもちろんその勝負自分たち俺たちは